皆さんこんにちは。素人歴史研究家 R チャンネルの助手 N です。こんにちは、ネイボです。今回 R さんはお休みとのことなので、私 N がネイボと一緒にファティマで起こった奇跡について動画で解説していきますね。ネイボ、よろしくお願いしますね。こちらこそよろしくお願いいたします。 R さんはどうかされたんですか？ R さんはお亡くなりになりました。え、それはなんともご愁傷様です。冗談ですよ。なんか調べ物があるらしく、部屋にこもってるだけですよ。ネイボは歴史についてあまり詳しくないと思いますが、私も R さんも歴史についてそこまで詳しい方ではないので、安心してくださいね。要は情熱です。面白いと思えばどんどん知識も増えていきますよ。はい、要は情熱ですね。よし、情熱情熱。あー、なんか意気込んだら眠くなってきたかも。でも前回のファティマ第3の予言は面白かったので、ちょっと興味も湧いてきました。あ、そういえば前回の内容を簡単に冒頭で話すように R さんに言われてたんでした。そうだったんですね。それでは前回の内容を簡単でいいので教えてください。はい、今から約100年ほど前にポルトガルの町ファティマで聖母マリアが目撃されたそうなんです。目撃者は3人の子供で、聖母マリアは毎月13日に会いに来ると言ったそうです。3回目の出現の時に3つの予言を残したのですが、1つ目2つ目に関してはその予言は見事的中しているんです。そして3つ目の予言は1960年以降でないと公表してはいけないということでした。そのため1960年に発表されることが期待されていたのですが、時のローマ法王はその内容を公表してはくれませんでした。噂では法王がその内容を知った時、失神するほどの内容が書かれていたらしいんです。そのためファティマで起こった聖母マリアの第3の予言が一体何なのかというのが都市伝説でいろんなことが言われているらしいんです。でも100年ほど前といったら、そこまで神話みたいな古い時代ではありません。なかなか信じがたい話なのですが、ここまで有名な話になった理由として、当時ファティマで起こったある奇跡が要因の一つらしいんです。前回はそこまでお話しされてました。ありがとうございます。このチャンネルでは歴史の謎や神話、文明について素人歴史研究家が調べてお伝えするチャンネルです。素人研究家ですので、史実というよりエンタメ感覚で見ていただけると嬉しいです。またこの動画が面白かったら、チャンネル登録、いいねボタン、通知ボタンよろしくお願いします。コメントなどもいただけると嬉しいです。では今回はその奇跡について解説していきますね。いよいよ始まった聖母が示す奇跡。とうとう奇跡の日がやってきました。すでにファティマの出来事は口コミと新聞報道によって知れ渡っていたため、ファティマへと向かう道は奇跡を一目見ようと有名新聞社の記者団、野宿してやってきた人、信仰深い人々などでごった返していたそうです。彼らは聖母マリアのメッセージを知り、そのメッセージが証明する奇跡とは一体どんなものかを自分の目で確かめたかったのです。巡礼者と野獣馬の群れは7万人から10万人に膨れ上がり、3人の子供のうちの1人、幼いジャシンタはあまりの群衆の多さに泣き出してしまうほどだったそうです。しかも前日から雨が降り始め、出現の時刻になっても止まず、地面はぬかるんでいました。そのぬかるみの中、群衆をかき分け、擁護者に守られながら、3人の子供たちはやっとの思いで出現地にたどり着きました。その日はとても寒い日だったそうですが、それでも人々は雨の中ロザリオを熱心に唱えていたそうです。その祈りの途中、ルシアが傘を畳んでくださいと言いました。その声はその場の全員には聞こえないぐらいの声でしたが、少しずつ群衆に伝わり、出現地に集まった人々は傘を畳んでいきました。そしていよいよ出現の時刻、ルシアが突然天を指さして光と叫びました。フランシスコもジャシンタもそれに続いて叫びました。3人の子供たちの視線は一点に集中していました。群衆には3人の子供たちの周りを白い雲が取り囲み、やがて
空中5メートルほどの高さまで舞い上がり消えていくのが見えました。そうした光景が3回繰り返されたといいます。聖母マリアはこれまでと同じように太陽のような光に包まれ、ヒイラギの木の上に立ち、子供たちの前に現れました。しかし、その姿を見ることができるのは子供たちだけでした。そして、こう告げたのです。私はロザリオの聖母です。戦争は終わりに近づいています。兵士たちは間もなく家に帰ってくるでしょう。人々はロザリオの祈りを唱えて悔い改め、自分たちの罪の許しを願わなければなりません。人々はあまりに神に背きました。もうこれ以上背かないようにしなければなりません。そう言うと、この場所に聖堂を建ててほしいと告げて、両手を広げるとすぐに太陽の方を指さしました。するとその手から太陽に向かって光が伸び、聖母マリアはそのままの姿勢で空高く太陽の方に登っていったそうです。すごい人数見てますし、これはすごいことですよね。これは本当にあったっぽい気がしてきました。まさに奇跡ですよね。確かに奇跡ですね。でも100年前というのがちょうど微妙なラインですよね。古代ほどぼんやりしていないですし、現代ほどはっきりもしていないので、普段は小さく静かな村に突然群衆が押し寄せるって一体どんな感じなんでしょうね。現実的に考えると、それこそそんな小さな村だとしたら、そこに通じる道もそんなに多くもないでしょうし、村にも宿なんてたくさんないでしょうから、そこら中に野宿の人があふれて道も大渋滞になったとしても、7万人から10万人の人が集まるなんていうのはさすがに持っているんじゃないかなって思っちゃいますよね。でも多くの人が見たとしたら、それは紛れもなく本当のことですよ。絶対マリア様はファテマにいらっしゃったんですよ。名簿ちょっと信じすぎて怖いです。変な壺とか買わないでくださいね。でも聖母の登場からの奇跡はまだ次に続くんです。第二の奇跡、太陽が回転して世界は光に包まれた。太陽を見て、ソウルシアは叫び、群衆は一斉に太陽を見上げました。その時、土砂降りの雨はピタリと止み、雲が大きく割れ、中から青空が顔を覗かせて太陽が現れたそうです。人々はこの一瞬の出来事を固唾を飲んで見守り、その後信じがたい光景が展開したのです。なんと太陽が自ら震い始め、身を揺さぶるように揺れ動き始めたのです。次の瞬間、太陽の光の束が赤、黄、緑、紫と回転しながら四方八方に飛び散り始めたのです。周囲の雲はその光で虹を浴びたように輝き、草も木も人間も動物も地上のものはすべてこの光の織りなす世界に包み込まれてしまったそうです。群衆は息を殺し、身動き一つせずこの光景に見入られひざまずき、両手を合わせる者もいたそうです。ところが突然太陽は回転を停止し、そして再び回転し始めると、さらに光は鮮明となり、壮大な光のシンフォニーとなりました。太陽の回転と光の乱舞は3回続いたそうです。そして3回目の回転が終わると、赤く燃え上がる火の玉となってジグザグ状に飛び跳ね始め、群衆めがけて突進してきたのです。それはまるで世の終わりが来たかのようだったそうです。しかも太陽が近づくにつれ、群衆はその熱を感じ大混乱に陥り、群衆の中から恐怖の叫び声が上がり始めました。うめき声を上げながら涙を流して、今までの生き方を悔いひざまずいて後悔の祈りを唱える者もいたそうです。主よ、憐れみたまえ、聖長満ち溢れるマリア、天に召します、我らの父よ。祈りの声が絶頂に達した時、太陽はその落下を停止し、あっという間に元の場所に戻っていき、少しずつ普通の輝きを取り戻すと青空の中に収まったのです。我に返った群衆は、先ほどまでびしょ濡れだった衣服がすっかり乾いているのに気がつき、そして心の芯まで洗い清められたような気がしたそうです。こうして奇跡は終わりました。そこにはあらゆる階層、職業の人々がいましたが、もうそれは死んでるしかない状況でした。ファテマから340キロも離れたところからも、その奇跡は目撃され、新聞はその様子を大々的に報道したそうです。そこには、もうこれまでのような悪意に満ちた記事はなく、偉大なる真実として、この出来事を正確に報じたそうです。奇跡に対して慎重なバチカンも、
この事実に10年以上の厳密な調査を重ね、1930年の10月13日、ファティマの聖母に対する信心を正式に許可すると宣言しました。こうして聖母信仰の強いポルトガルは、さらにその信仰を深め、奇跡の村ファティマはカトリックの聖地として、その名を全世界に広めていったのです。ここまで起きた奇跡についてですが、これが本当に起こった事実だったとしたら、ネーボはどう思いますか？聖母の登場の仕方にしても、太陽が動いたという奇跡に関しても、これってもはや異星人の航空機なんじゃないのって思っちゃいます。現代で同じようなことが起こったら、きっと新聞でもテレビでも UFO 騒動として報道されそうですよね。確かに、もし当時のその現象が UFO だったとしても、時代の違いと信仰心の違いで、当時は聖母の奇跡として報じられたんでしょうね。でも太陽じゃなくても強い発光物体が熱を発しながら突進してきたら、現代では大パニックになりそうですよね。公開されないまま忘れ去られた予言。さて、問題のファティマ第3の予言はその後どうなったのでしょう。フランシスコとジャシンタは出現を受けて2年以内に亡くなってしまいましたが、ルシアは2005年97歳で亡くなるまでカルメル会のシスターとして健在でした。彼女はすでに、これは私が亡くなる前、あるいは1960年以前に開けてはならないと前置きして、司祭を通じ第3の予言を教皇に届けています。1960年以降の教皇といえば、ヨハネ3世、パウロ6世、ヨハネ・パウロ1世、ヨハネ・パウロ2世です。ところが全員がその予言に目を通したはずなのですが、なぜかどの教皇も沈黙を守ったままでした。1967年5月3日、パウロ6世がルシアに同行してファティマを巡礼した時も、問題の予言に関しては一切触れていません。その後、予言の公開はいつまで経ってもされず、そのため人々の話題に上ることもなくなり、一部の都市伝説好き以外は忘れ去られていました。ところが、その沈黙を破る事件が起きたのです。1981年5月2日、ロンドンヒースロー空港で起きたハイジャック事件です。普通、ハイジャッカーの要求は、身代金や捕まった同胞の解放が一般的ですが、この犯人の要求は全く違っていました。なんと、ファティマ第3の予言を全世界に公開しろというものだったのです。なぜなら犯人はカトリック修道士だったからです。幸い、事件そのものは特殊警察の介入によってあっけなく解決しましたが、これがきっかけにファティマ第3の予言はニュースで全世界を駆け巡り、再び世界の注目を浴びるようになったのです。しかし、バチカンは依然としてファティマ第3の予言を公開しようとしなかったのです。そうした中、ヨハネ・パウロ2世がドイツを訪問した際、記者団から次のような質問を受けたのです。ファティマ第3の予言は1960年に発表されるはずだったが、なぜ当時のパウロ6世は発表を控えたのか。この質問に対して、ヨハネ・パウロ2世は初めてファティマの予言の公式発言をしました。それは、内容が非常に重大なことだからです。共産党の世界的な権力にある種の動きをするチャンスを与えないため、私の専任の教皇たちは外交的な配慮からこの発表を控えました。しかし、次のことがわかるだけで十分でしょう。すなわち、ファティマ第3の予言によれば、広い海が火の海となって大陸に襲いかかり、一瞬のうちに何百万単位で人々が消滅してしまうというメッセージです。それはまるで核兵器を使用した第3次世界大戦を連想させるようなものでした。この発言が発表されるや否や、世界の注目度はさらに高まりました。しかも、発表された内容はごく一部ではないかという声も上がり、本当はもっと恐るべき内容ではないかと疑われるようになっていったのです。やがて予言の全貌に対する世論の関心が高まり、ヨハネ・パウロ2世はついにこの予言の伝報を公開することを決心したのです。そして2000年6月3日、80年間も封印され続けてきたファティマ第3の予言が発表されたのでした。ところが、いざ蓋を開けてみると、思いもしない結果が待ち受けていました。なんと、バチカンの最高顧問たちは教皇の指示には従わず、予言を改ざんしてしまったのです。彼らが発表した内容は次のようなものでした。白い服を着た教皇は、他の司教、司祭、修道士たちと共に急な山を登っていくところから、それは始まっていました。彼らは
大きな十字架に向かって進んでいると、そこにたどり着く前に教皇は半ば廃墟化した大都市の中を通り、そこに横たわる無数の死体のために祈り、その悲しみと苦しみで震えていました。教皇が山頂に到着し、大きな十字架の下にひざまずいて祈っていると、兵士の一軍がやってきて銃弾や矢で教皇を殺してしまったのです。それはつまりローマ教皇が殺害される予言でした。さらに教皇と一緒に来た人たちも同様に殺されてしまったというのです。つまりバチカン教理省はファティマ第3の予言とはこの教皇受難だと発表したのです。そしてこの教皇受難はヨハネ・パウロ2世がサンピエトロ大聖堂前の広場で狙撃されたことによってすでに成就してしまったと結論付けました。つまり予言はすでに終わっていて、秘密でも何でもなかったというのです。日本のマスコミもその主張通りに報道し、日本カトリック新聞でさえもファティマの予言は全ての秘密が明かされてしまったと報じました。しかしそれで納得できる人は多くはありませんでした。予言の公表を待ち望んでいた者たちはすぐにその虚偽を見抜き、怒りの声を上げました。30年以上も封印されていた予言がこんなものであるはずがない、バチカンは予言の秘密を闇に葬ろうとしている、フリーメイソンの陰謀に違いない、こうした声はイタリアを中心に各国からすぐに上がり始めました。さらにこの発表があった6月26日の夜、突然ローマ市内で大きな地震が起き始めたのです。しかも一度や二度ではなく、その日の夜から翌朝にかけて2時間もの間揺れ続けたのです。揺れは震度4から6になり、市内の大理石やコンクリートの建造物が壊れたりしました。そのため市民は恐れをののき、この不思議な出来事を最高顧問たちの予言の改ざんに対する神の怒りの警告ではないかと噂したのでした。しかし結局ファティマ第3の予言のすべては公表されずに終わってしまったのです。そしてそれは今もなおバチカン記録保管所に封印されたままひっそりと眠り続けているのです。第3次世界大戦と第3の予言。ファティマ第3の予言は第3次世界大戦だという教皇もいました。第3次世界大戦はすでに始まっていると発言した教皇はフランシスコです。今後その流れの鍵を握るのはシリアになると言われています。聖母マリアは世界戦争の鍵を握るのはシリアになりますと告げていました。現に数年前の世界の情勢を見ればそうなりつつありました。米軍が内戦の続くシリアアサド政権の軍機を襲撃し、米軍をはじめ各国の支援を受けるシリア反体制派シリア民主軍にアサド政権軍が爆弾を落としたことへの報復でした。これに対しアサド政権を支持するロシアはシリアに対する侵略行為と激しく非難しました。こうしてシリアをめぐってロシアとアメリカの緊張関係が一気に高まってしまいました。いわばシリアはロシアとアメリカの代理戦争の場となってしまったのです。そして小規模の戦争や反米デモなどを起こしながら大きな戦争へと発展する可能性もありましたが、現在ではアメリカ一強の時代から中国が力をつけてきて、今までとは違ったパワーバランスになることで第3次世界大戦が行われる可能性も出てきました。世界の均衡も崩れ、今後人類は宇宙や仮想空間の世界を開拓しようとしています。その利権をめぐって戦争が起こる可能性もあります。果たして人類は聖母マリアの予言を活かすことができるのでしょうか。結局第3の予言の真相は一体何なんでしょうね。教皇の暗殺の予言ではなさそうな気はしますよね。予言を受けた3人の子供たちのフランシスコとジャシンタは2年以内に亡くなってしまったというのも天寿を全うしたとは考えにくいですよね。調べてみると病死説が一般的で、それすらも聖母から2人の死は予言されていたとかなんとか。でも奇跡を起こせるのなら兄弟に死の予言を告げるよりもその前に病気の原因があるなら治してあげるとか、伝染病であれば治す薬をあげるとか、そういう風にしてあげればよかったのに。確かに2人の死後ルシアはその生涯一人で予言に関する秘密を守って97歳まで生きたんですよ。でも過酷な運命を背負った人生ですよね。もしもその役が自分だったらって考えたらちょっと重すぎますよね。私も嫌です。
そういえば、本来であれば1960年に発表されるはずの予言が発表されずに今もなお秘密にされている理由は何なんでしょうね。仮に第三次世界大戦の予言でそれが今起こったら、地球規模での戦争になってしまって人類滅亡危機にもなりかねないですよね。怖いですよね。でも予言を知っている者が今一生懸命対処してくれてるのかもしれませんよ。人類が今後も発展していくには、世界から戦争がなくなってみんなが安心して平和に暮らしていけることが何よりも大事ですよね。いかがでしたでしょうか。今回は新体制での動画をお伝えさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。